はい、8月の文献紹介ということで、この表題の文献について神明が紹介します。はじめにアブストラクトです。これはよく言われてるんですけど、より良い製品を作るには、顧客の意見分析がとても重要になってきますと。で、この文献では4カ国語のマイクロソフトオフィスの顧客からのフィードバックを分析したという内容です。で、分類はコメント、あとリクエスト、バグ、苦情、それ以外っていうので未定義だったり全く分かんないようなものっていう形で、6分類ですね。で、このそれ以外のところには2分類入っているというような形です。で、このタスクについてアプローチの手法を3種類用いて、多項式マルチラベルのための内部ベースのアプローチと、そのアプローチと、あと 1VS テスト分類機のアプローチ、あと組み合わせマルチラベルの、感情分類を組み合わせたアプローチの3つで実施したということです。で、本研究はマイクロソフトリサーチプロジェクトの一部なので、マイクロソフトのデータを使っているというような形です。で、この後に出てくるセンチメントクラシフィケーションでは、オートマティックセンチメントアナリシスツールというものを使用して、既存のツールを使用して分類をしているというような形です。で、実際の、やってみた結果ということで、MNBと、ワンバスリスト方式分類アプローチが一番有用な方法で、スコアでいうと、日本語とフランス語で、日本語では3位で、フランス語では他のチームと競って5位という結果になってます。で、カスタマーフィードバックアナリシスということで、フィードバックの分類としてはよく言われるポジティブネガティブといった分類があるんですけれども、多くのフィードバックというものは会社にとって重要なデータなので機密文書の扱いになっていて、公開もされていなく、また分類もその会社独自でやっている例が多くて、その分類法自体もやりましたというのはあるんですけど、それが公開されていないというように書かれていました。で、国際的な顧客フィードバック分析のためのオープンなリソースを提供するために、この IJCNLP2017 というものでは提案されたクラスの意味の分類を注釈スキームとして用いて、コーパスを作成したとに書いてありました。で、これが実際に作成したものなんですけど、上が、日本語で、下がスペイン語となってます。で、文章に対してそれがバグなのか苦情なのかとか、そういった分類がついてます。で、1つの文に対して、こう2つついてるところもあります。で、次に実験についてです。英語以外の言語については英語のフィードバックに最適な出力を生成する方法を適用するということで、英語でいい結果が出たものを使用しているというような形です。で、これに加えてスペイン語、フランス語、日本語のフィードバックを英語に翻訳して、この方法を適用したらどういうふうになったかっていう実験をしています。すいません。で、このテーブル1が実際に使ったそれぞれの言語のデータの量です。で、次に MNB クラシフィケーションということで、この MNB っていうのは特徴ごとに多項分布を使用する内部ベース分類子の特定のインスタンスということで、この分類方法では各ラベルごとに文章の確率を計算して、確率を最大にするために特徴が多項分布であると仮定して、生成内ベースの原理を考慮することによって分布を推定するというふうにですけど、このタスクでは、最初に MNB 分類法を適用してトレーニングデータセット全体をワンステップでラベル付けしたと。で、反復処理も実行ということで、反復処理は、この後の説明するところの内容です。これが、MNB with one bus list approach ということで、一個一個このどれがコメントで、どれがバグかというような形で分類していくような方法です。で、次に感情の分類、センチメントクラシフィケーションがついた分類についてです。それぞれのところで、スコアが出てきて、それがバグなのかコメントなのかみたいな形で分類していくような手法になってます。で、これが、その時に使ったスコアについてで、これが実際の分類をしているところになります。最初にその未定義とか意味がわからないようなものは全部排除してしまって、それ以外のわかるところでそれぞれのスコア付けをして分けていっているような形になってます。はい。で、次に実験の結果なんですけど、
英語のデータを用いて3つのアプローチを試した結果、MNB のバンバサスリストの方式が一番スコアが高かったと。で、すいません、それぞれ の, あのタグで何が一番多くて、で F字がどういう形に出てるかということで、まあ、コメントが一番多いので、まあ、Fスコアが一番高いよねという形で書いてありました。で次にちょっと小さくて見づらいんですけれども、4つの言語で、左から英語で、これがフランス語で、スペイン語で、日本語のそれぞれの結果になっていて、この先頭についているこの TA とか TC っていうのはそれぞれ2位の文字で、その後がアプローチの種類で、最後についているのが言語っていうことになっているんですけれども、それぞれでこういうような結果になっていますと。で、これが他のグループと比較した結果になっていて、で日本語では、私たちのスコアが3位で、フランス語では5位というような結果になりましたと、と言いました。で、結論です。本研究では多項式内部ベースアルゴリズム、あと多言語分類とサンチメント解析技術を組み合わせて、4カ国語の顧客フィードバックの、タグ識別する方法を提示したと。で当初は、顧客フィードバックのための3つの異なるアプローチをこう英語で分類して、次に最高点を出した、アプローチの1つを選択し、それを英語以外の言語に適用しましたと。でこれに加えて、フィードバックの翻訳に関しても、システムをテストしましたと。で、本研究のシステムは全ての単語で、ある程度上の順位を、取って、かつ、F スコアで、日本語が、3位でフランス語では5位のランクを取りましたと。で、フューチャーワークとして、今後は結果に影響を与える、他の言語ですね、今回やってない言語について試して、また効率的な機械学習技術を用いたフレームワークの研究を拡張して、センチメントアナライザーの利点を利用して、新しいアルゴリズムを開発して、予測に効果的に使用できるようにするというふうに書いてありました。以上であります。